では、アコールさんいらっしゃい。お久しぶりです。お忙しいですか？こんにちは。ゼリムヘロー。昨日は、そう、結婚記念日で配信慌てて終わったじゃん。12時に終わって迎えに行かなきゃと思って、仕事終わりのトナセンを。まあ、急いで迎えに来ました。で、ちょっとね、焼肉か寿司かだったんだけど、もう寿司食べたくなっちゃってお寿司食べてきた。うん。一昨日くらい関西1度まで下がった。あ、結構寒いんじゃないのそれ、関西にしてはね。アレイラさんいらっしゃい、こんにちは。昨日美味しいお寿司食べてきた。カンパチとブリがめっちゃ美味しかった。犬が吠えそう、なんかワフワフ言ってる、少し。どうしたの？よいしょ。そう、めっちゃ美味しかった。お寿司最高。まあ、なんかちょっとこの辺では結構、あの、私たちからしたら結構高級なお寿司屋さんで、もともとなんか回転寿司ではあったんだけど、コロナ禍になってから回転しなくなりました。来中ですか？あ、見えた。そう、一番ポケモンで大好き、来中がかわいいね。そこのお寿司屋さんはなんか、そう、地元さんのものとかもあったり、なんか周辺の海で取れたりとか、あの、胆振地方なんで、あのね、噴火湾っていうのが近くにあって、そう、つまり回らない寿司ってわけ。そう、つまりね、ライチュー。そう、ビビちゃんおはよう、いらっしゃい。ウォフウォフ言ってますね。そうで、噴火湾さんのね、松川っていう魚があるんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。淡白なんだけど美味しかった。あとはなんかもう、とにかく昨日はカンパチとブリがこう、もうちょっと優勝争いしてた。めちゃめちゃ美味しかった。お寿司久しぶりに食べるといいね。うん、おはよう、おはよう、いらっしゃい。ライチューは、まあ、常にこうデスクの周りのどこかにいる。なんか子供とかが勝手に持ってって遊んでる。昨日2メートルくらいあるクリスマスツリー出したんだけど、犬たちが激突すると倒れそうで怖い。これは的中、郵便配達員イコール的中だから。うん、この時期のブリ食いて、いや、そう、寒い時期のブリは美味しいのでしたよね。そうそうそう、カツジメって呼ぶのかな、あれ、あの、カツ丼のカツに締めるっていう字でさ、カツジメって読むのかな、それだったんだけど、マジで美味しかった。あ、ば、タネノブさんもおはようございます、いらっしゃい。ロドネフォークもいらっしゃい。イケジメって読むのか、イケジメ、あれやばいね、めっちゃくちゃ美味しかった。うん、その字、その字、そうそう、イケジメ、そう、かん、わー、はい、ラムちゃんおトイレしに来ました。ペットシート交換しないとやばいわ。よいしょ。
ちょっと待ってね。せっかく膝にブランケットをかけてぬくかったのに。ちょっと待っててね。ハロー。はい、戻りました。よっしょ。あ、スーさんいらっしゃい、こんにちは。まあそんな感じで美味しいお寿司を食べてきたってわけ。いやー、なんかさ、あと他にも、なんだっけ、どさんこ尽くしっていうメニューがあって、カニ味噌とカニ軍艦の上に乗っかってるのと、イクラと、ウニか、ウニだね、3種類乗ってて、昨日のお店のウニはなんか塩水ウニ使ってるなって感じだったんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。なんか結構さ、場所によってさ薬臭いウニとかあるじゃん。で、まあ昨日行ったお店はさ絶対薬漬けの味はしないんだけど、人気ありすぎて食べれないことが多いんだよね。高級なのに全然ないことがあるんだ。入荷してない日とかもあるんだけど、昨日は食べれて、お昼に行ったからさ全然食べれたんだけど、なんかね、ウニ美味しかったんだけどね、カニ味噌うまかった。カニ味噌好きな人います？私カニ味噌大好きで、あと軍艦ではね、あん肝祭りしました。美味しかった。アロドネフォーク、よしよし、ありがとう。ホーリーヤッホー、ウェルカーン、 Thank you for coming。 よいしょ。大好き。いや美味しいよね、最高だよ。あん肝フェスティバルだよ本当に。トナセント、あん肝入ってんじゃん、これは絶対食べなきゃダメだねって言って、あん肝いただいてきました。あ、耳黒くする、Thank you。 あ、メガネ、はい、ありがとう。大変美味しいお寿司時間でした。また頑張って働こう。美味しいもの食べれるように。よし、じゃあこれ昨日の続きやっていくんですけど、これちょっと短く切っていい？邪魔くさいから。今日これ完成させる、明日渡したいんだよね。よいしょ。今日これ完成させます。この前ちょっと待って、この前の日本旅行で初めてカニ味噌食べました。今は一番好きな日本料理です。本当ハマったんだ。カニ味噌超美味しいよね。寿司くるくる、そう、でもね、回転寿司なお店なんだけど、コロナ禍になって回転寿司じゃなくなった。タッチパネルで運んでくれる店員さんが、めっちゃ美味しいの。縁側が好きだったりしますか？縁側は死ぬほど好きだよ。あの、昨日はそのカンパチとブリが本当美味しかったんだけど、普段はここ3、4年ぐらいずっと、3、4年どころの騒ぎじゃないね、5年ぐらいは縁側がずっと優勝してるんですよ、私の中で。通風セット、そう、ちゃんと一皿で抑えたから、通風セット。ハートありがとう。ちょっと今日お寿司食べちゃおうかな。いいんじゃない？年末だしね。
カニ味噌って日本料理だったのか。いや、カニを茹でたら絶対出てくる。まああんまり入ってないこともあるけど、そうカニ味噌っていうのがあるんだよね。でも食べる地域とそうじゃない地域ってあるのかもね、分からんけど。私はなんかカニ茹でたよって言われても、カニの身より味噌が食べたい人ですね。アニシヒロさんいらっしゃい。逮捕です。あ、やばい飯テロ警察逮捕されるわ。やばいやばい。年末だし運営頑張ってるから中間ご褒美だ。そうそうそう、頑張ってるからね。本当にね、子供の時から海鮮大好きなんだけど、大人になってもっともっと食べれるもの増えて、お寿司って最高だなって本当大人になっても思うよ。前回が増やし目を212212212。ああ、ちょっと待って待って、びっくりした、引っかかったかと思った。セリントン、good morning one, how are things? Welcome, welcome. 今日もすごく北海道は寒いんですけど元気です。ホットコーヒーも入れました。ブラックコーヒー、よいしょ。あ、ちょっと待ってね、昨日糸巻いたやつ倒れちゃった。こっちに置いとくか。普段食べないちょっと高いお寿司ウーバーしちゃおうか。なんかさ、ウーバーイーツってうちの住んでる地域にも最近来たんですけど、ウーバーイーツって何、回らない寿司っていうかさ、そのくら寿司とかさ、その低価格のお寿司屋さんとかじゃなくて、その高級な銀座とかで食べるような高級なお寿司とかもデリバリーしてくれるの。なんか地域性にもよると思うんだけど、どうなの。キッチタオル、ヘロー、ウェルカムウェルカム。 I wish it was colder here. It's 35 and it's night time. あー、35度もあるのね、ブラジルは。くっそ暑いじゃんめっちゃ暑いじゃん。よいしょ。どういう風に増やそうか。2、1、2、1、2、1。これ以上の増やし目、一つ目で増やすか。I thinkDepending on the place you order sushi from, it can still be worth it. そうだね、寿司を注文する場所によって価格が変わる、変わるよね。クラブルズウェルカーム。うわー1900bits ありがとう。バン、ありがとう、感謝、ありがとう。パチパチバーン、ありがとう。よいしょ。ちょっと待って、今これ、あ、一つ編んでたか。次の目で増やす。
しょ。でお寿司はこう何年齢を重ねても食べれるんだ、大好きなんだけど、お肉はマジで食べれなくなった。食べれるけど脂身が多いのとかがほんと食べれなくなったここ数年だね、マジで弱くなったの。なんか胃にめっちゃくる、ほんとあ、間違ったわ。ここ一つだね。1、2。俺もお肉は赤身しか受け付けなくなっちゃったね。赤身以外結構きついよね。でも提督さんまだ若いでしょグレイおはよう。でも私のお姉ちゃんは昔から脂身が無理な人だったから、まあ人によりけりなのかな。うちの次女もね、お肉好きなんだけど脂身は食べれないって言ってペッて出しちゃうんだよね。来年30だから若いとは言い難いかも。いや若い私より若ければ若い大盛りが普通盛りになったりなんか老化を感じて嫌です。あ、ゴルさんも大盛りは結構もう胃に来る感じですか、もたれてくる感じですか。いやもうね、わかる本当に。あ、ズーム1、2、1、2、6とおはよう、ウェルカムウェルカム。胃薬飲みながら食うんだよそう、それが一番最適解。あのトナセンの親戚にあの薬剤師いるんだけど、なんかねとにかく富豪なんだ。でいつも帰ってくるたんびに美味しいものたくさんごちそうしてくれるんだけど、みんないきなり美味しいもの食べるってなったら言いやられるからっつって大人全員分の消化剤と胃薬持ってくんだよね食べさせる気と飲ませる気しかないから今年も多分ね来週あたり帰ってくるんですけど、あの胃薬と消化剤私も欲しいって言っとくえー、強い、そう強いの、めちゃめちゃ持つべき富豪の親戚、そうアフターケアもバッチリ、ちゃんとこうがっつり食べて、こう消化剤食べる前に飲むんだけどさ、まあ、食べた後でもいいんだけどね。で飲んで次の日こうむくんだりとか、なんかあやっぱりあんま飲んだけど効いてないわみたいな感じの時に、まあ、酒飲みの人にさらに渡すのがあのしじみのカプセルみたいな肝臓にいいやつっていうのかなしじみのカプセルちょっと飲めっつって渡されるようにおもろいね、ほんと。あとすごいね、なんか中医学めっちゃ勉強してて、なんか今は薬剤師としてこう生計を立てているけど、なんか将来的にはこう中医学漢方にめちゃくちゃ力を入れたいって言ってすごい勉強してる。うん、天才なんだよね。なんかね、トナセンのおばさんにあたる方ね、おばの旦那さんなんだけど、まあすごい、本当いつも助けられてる。なんか子供たち乾燥してカサカサしてるって言ったら大量のヒルドイド送られてくるとかさありがてーてー1、2、1、2。うん、いやでもなんか消化剤があるのとないのとだったら違うよね。特
に年末年始は本当親戚帰ってきて一生食べ物出てくるからさ、なんか調子悪いんだよねずっとね。作業してくるわよ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。と一列増やし目して上に向かって編んでいけば大丈夫そうな気がするね。なんか昨日さ、そのフェニックスウェルカムいらっしゃい、その結婚10周年だったって話をしてたじゃない。でその10年も経てばさ、その親戚もみんな何おちびだったんだよ。うちの子供くらいだった子たちが今もうさ、その高校3年生とか専門学校とか行ってて、時代を感じるマジで。若いって素晴らしいやん本当。いや自分もまだまだ若々しく生きていこう。来年の目標なんだけど、いっぱい稼ぐのはもちろんなんだけど、お金の話をいきなりする。いっぱい稼ぐのはもちろんなんだけど、目標で遠征もしたい、たくさん、うん、あの出店っていうよりも遊びに行きたい。作品の販売に関してはオンラインを力入れたい、もうちょっと。よいしょ。そしてあとはね、英語を頑張ってもっとレベルを上げていきたい。なんかデュオリンゴだけじゃアウトプットもしないし全然話せないよね。これを広げた状態でいくとどうなんだろう。1センチ、あ、9センチいくね。で、これ20センチいくね。よしよしよし。指定のサイズにはなりそう。うん。Dueling is kinda way weird to learn language with.Duolingoで語学を学ぶのはちょっと変だ。あ、変なのか。そうか。そう、なんか毎日やってはいるの、5分ぐらい。でもそれはそれって感じで、全然こう話せるようになるかって言ったらそんなことはなくて。英会話ができるようになりたいなって思います。めっちゃちょっとくるくるしていい？編みづらい。よいしょ。ファーストチャットありがとうございます。Billy from
コーリア、お、コーリアからアニョハセヨ、来てくれてありがとう。It's really tough to learn other language. 言語をむず、言語を学ぶこと難しいですね。難しい。難しすぎる。でも、英語が話せるようになったら、なんかもっと配信楽しくなるんじゃないかなと思ってる。今はこの翻訳のおかげですごいコミュニケーションなんとか取れてるけど、自分の力でね話せるようになったりできたらすごい大きいよね。I'm trying to learn Japanese, but it's a really slow process. 日本語を学ぼうとしているけど、本当に時間がかかるんだ。いや、私も英語の勉強をし始めて1年以上経ってますけど、何も喋れません。Just to learn English, I took about 6 years.6年、私じゃあ全然まだまだだね。国際交換が楽しいです。留学かな。なんかさ、家族留学とかも憧れるけど、うち犬いるわ。無理だ。わあ。ちょっと待って。レイド、ありがとう。サクリアちゃんだ。バーン。Thank you for レイド。ありがとう。ちょっと待って、サクリア、サクリアって合ってるかな。サクリアちゃん、よいしょ。わー、ありがとう、レイド、感謝。よいしょ、ちょっと待ってね。今日はジオゲッサー出ました。サクリアちゃんといえばジオゲッサー。私結構見てます、サクリアちゃんのジオゲッサー。ロムってますけど見てます。 Same here, it's hard to learn Japanese. 日本語も難しいよね。 Oh, I mean just talking with other people online is fun as well. オンラインで他の人と話をするのも楽しい。そうだね、楽しい。あ、なるほどね。留学じゃなくて、オンラインで交流するのが楽しい。楽しい、楽しい。わかる。おはよう、お邪魔します。おはよう、いらっしゃい。わー、光栄。ジオゲッサー。そのうち、もう、ジオゲッサーのプロになってるはず。体調どうですか？なんか熱が出て、早退したって、この間、先週かな。X 見たけど、もう良くなったのかな。私もね、すごい先週体調をがっつり崩してたんだけど、今やっとなんか鼻と咳って感じ。そうそう、うん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 。
いいね、いいね。みんなと交流できるように頑張ろう。うん。インフルだったんだけど治りました。ありがとう。インフルだったんだ。いやー、辛いね。私もインフルかなと思ったけど、風邪だった。高熱出て結構しんどかった。うん。お大事に、ありがとう。お互いね。もう年末にかけて、急激にこう何、気温もね、下がったり、天候めっちゃ変わったりして、体追いつかない。ほんと。元気に過ごしていこう。温めて。レイドありがとうございます。本当に。私は今日は、オーダーでキャッシュトレイを作ってます。よかったらゆっくりしてってください。で2つか。212。よいしょ、ちょっとくるくるします。間違ったかもしれない。212いいのか。I have been summoned. Welcome.
ピンクドゥール。ウェルカムウェルカム。Thank you for coming. 元気？ヨーヨー、ヨーヨー。で2つか。今日はキャッシュトレイを作ってます。コーヒー飲むね。よいしょ。いや、あとさ、そうそう。ちょっと、なんか、2週間前、1週間前ぐらいかな。2週間前ぐらいかな。キーボード作ってみたいっていうさ、話をさ、配信中にもしてたじゃん。あのキーボードの打鍵音が好きで、キーボードのこのスイッチの音が好きなんだ。で、自作 PC 楽しいよっていう話をこうリスナーさんから聞いてやってみたいってなったんだけど、ちょっとね、初めて作るには費用が結構高い。予算は普通にオーバーしてる。で、ハンダとかも技術がないから、ハンダ付けなしのなんかキーボードを探してたんだけど、まあ、やっぱり全てを揃えると高くて、続けるかどうかもわからないのに、ちょっとそこに大きな価格をかけられないなぁと思って、答えが一つ出たのが、これ、ロープロファイルのキーボードなんだけど、軸とか変えられるんだよ。今これ、なんか、黄色の軸が入ってんのね。なんたらバナナみたいな軸が入ってんだけど、なんかこの、キーボードもで、このキーボードで軸とか変えて遊ぶのはありかなと思ったんだよね。ちなみにこっちのフィルコの方も変えれるんだけど、チェリー MX の茶軸が入ってるんだけど、対応しているものを選べば変えられるから、なんかそれでもいいのかなってちょっと思ってきた。キーボードはね、あの音出すものだから。よいしょ。あ、高見浦さんだ。いらっしゃいませ。ファーストチャット、ありがとうございます。忘年会ではお会いできて嬉しかったです。今後ともよろしくお願いいたします。フィルコのあれ変えれるの？変えれる、変えれる、変えれる。うん。あれ？ヒューゴ挨拶したっけ？いらっしゃい。It looks comfortable to type in that keyboard. うん、そうそうそう。これもめちゃめちゃタイピングしやすい。こちらこそです。いや、本当に楽しかったですね。初めて参加したんですけど、また来年も行きます。あれば。あ、ブル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 。おはようございます。昨日はめちゃめちゃ、美味しそうなお寿司食べてましたね。昨日は、そう、運命寿司食いに行ってました。めちゃくちゃ美味しかった。あの、カンパチとブリが
旬で最高でした。うん。いつからフィルコもホットスワップ対応してたんだ。なんかさ、あの何キーキャップガシンって外すやつと軸取るやつも一緒に入ってたんだけど、そういうことじゃないのかな。すごいかなんかアホな考え方かもしれん。違うんかな。それがついてるってことは交換できるって勝手に思ってたんだけど、違うんかな。軸を取るやつ多分フィルコないかも。あれ箱に入ってなかったっけ。ちょっと待って、すぐそこに箱があるんや。よいしょと。トナセンの開けこん邪魔くさいよ。よいしょ。トナセンの開けこんありすぎ。よいしょ。ちょっと待ってよ。失礼。失礼失礼。今なってね、フィルコの箱見てんだけど、書いてないかな、どっかに。これはただの保証書ですか。ああ入ってないかもしれない。これなんだろう、これなんだろう、これこれ何。よいしょ。ちょっとさ、今箱柄出したんだけどさ、これは多分交換用のあれじゃん。これあれだよね、これキーキャップを外すやつだよね、この黒いやつは。これは何、これこれは何なの、この赤いのは。これキーロック、動かさないようにするやつってこと。使わないやつをこう押さないようにするやつ、入れたら特定のキーが押せなくなる。なるほどね。あ、そういうことか。これが私その軸取るやつかなと思ってた。そっか。これ何これ。あ、なんか互換機みたいなやつかな、なんだろう。よいしょ。あ、板前さんいらっしゃい、おはよう。そっか、じゃあ軸変えれないんだ、このフィルコちゃんは。なるほどね。端子の変換か。なるほどね。そっかそっか。よいしょ。このキークロンはそのホットスワップ対応って書いてたような気する。オンラインで買った時に。じゃあこっちで遊べるってこと。ガムさんおはよう、いらっしゃい。よいしょ。敬礼。これで遊べるってこと。あのさっきみたいにさ、外してキーキャップ外して、この中の軸ホットスワップ対応って書いてたから、
その軸を買って遊べるってこと？キークロンはベーシックより1個上のモデルでだいたい軸変えれるね。なるほどね。これ K7 ってやつ。確かね。ちょっと一回調べっか。キークロン。キークランになってた。ホットスワップ。交換できる、できる、できる。できそうですね。よき、よきよきのよきじゃない？別に取れんこともないけど、何したいかじゃない？え、音を楽しみたい。楽器なんで、楽器。いや、ちょっと何やってんの、アビー。アビーが、クリスマスツリーの飾りを外して歩いている。ちょっと待って。はい、すいません。取れるというか、ハンダ付け直さずに入れ替えれる。あ、そう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 。普通にネットで一応調べたのね、こっち側のあのキーボードは。普通に自分で付け替えている動画とかも見た。うん、キーボードはですね、音がしっくりこないとマジでね、はい。神田目優さんいらっしゃい。配信しててかまって攻撃受けないですか？よく成り立ってるなと。ラムは結構後ろでプレイバウしてますよ。アビーは結構配信終わってからの方がかまっててくる。なんか分かってるなみたいな。そう、アビーらしいでしょ。なんかね、ツリーの間からこう抜けてきて、ツリーの飾り付け、全部なんか体当たってなぎ倒していきました。ババババババって。かわいい。そう、ちょっと犬がいて、ボーダーコリーの方はなんか急なスイッチが入って、この席の後ろでバンって手ついて尻尾ブンブン振ってます、こうやって。意外と犬も自分の時間欲しいタイプいるからな。アビーは結構そうかもしんない。うん。キュート。シーケピッパーウェルカム。いらっしゃい。そう。アビーは結構そう。何？キラキラのモールみたいなやつをツリーに巻いてたら、多分ね、首とか引っかかって危ないから、それつけてない。普通に犬たち、当たりに行ったりとか、そう、ツリーの飾り飾りっていうか、ツリーの隙間を縫って歩いていくからやらかしそう。ルシオさんいらっしゃい。出先で仕事中なので挨拶だけ。 ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。ありがとうございます。よいしょ。なんか昨日一生懸命子供たち飾り付けしてたんですけど、なんかそのなんていうの、飾り付けオーナメント、そうそう、オーナメント
オーナメント一生懸命飾り付けするのに犬たちが毎回当たりに行って、特にアビーがこうポロポロ落としていく。ラムは急にタックルして長い尻尾、ボーダーコリーのあの長い尻尾でブンブン振り回して落としていく作業一旦終わり。あ、お疲れ様です。早い早いですね、お仕事が早い。日本最高齢の柴犬がニュースになってたけど、普段は納屋に引っ込んで出てこないで一人でいるらしいめっちゃ可愛い何歳なんだろううちの犬今2頭ともに9歳。うん、オンラインショップ見させてもらったんですけど、めっちゃいいですね。めっちゃ嬉しいやった、ありがとうございます。今全然ちょっとね在庫ないんですけど、デザフェス終わってちょっと今ゆっくりオーダーやってる感じですね。あとはサーバー更新12時だから、それまで追加がなければ待って、こう追加がないか待って更新するだけ。なるほど、じゃあまあ待機だけど楽っちゃ楽か、それまでは。じゃああれだね、お寿司注文するか、提督さんは犬たち雪降って散歩楽しいだろうな。いやもう昨日ヒャッハーだよヒャッハーだよ本当に。今度オーダーします、やったー嬉しい、もうご相談お待ちしております。まだ朝ごはん食べてるんだけど、あ、今朝ごはんか、そっか、11時。あん肝まだ届いてないんですけどあん肝、あのポン酢ジュレみたいなの乗っかっててめっちゃ美味しかったよなんか結構美味しいあん肝だった。でも臭みとか一切なし、昨日食べたやつはね。いいなぁ。そう、私北海道に住んでるんですけど、北海道のちょっと海寄りに住んでるんですけど、まあ大体海寄りか内陸ではなくて胆振地方っていうところに住んでるんですけど昨日ちょっと美味しいお寿司食べに行きました。最高でしたこの時期のカンパチとブリはめちゃくちゃ美味しい。ブリは特に油がすごい乗ってて最高、なんか溶けた北海道の寿司最高、最高ですよね本当に。よいしょ、北海道で内陸だとくっそ不便そう。いやまあ旭川とか、うん、もう内陸だけど、あんまりやっぱね行かないかも、住んでないしね。わお、ベールカさんいらっしゃい。おはワンちゃん18ヶ月サブありがとうございます。バーン今月もよろしくお願いいたします。旭川アクセスめっちゃいいよ。なんか普段行かないからさ、そのアクセスいいよが分からなくて、アクセスしやすいってこと、どこにでも行きやすいってこと。 CK ビッパー提督さんら、ルルちゃん、ベルカさん、セリニトン、ランス、バーン、ありがとう、キャッキャしてるわよいしょ、お寿司がうまかった本当に。なんか別に私が住んでる町もめっちゃ田舎で何にもないけど、食事はどこ行っても美味しいかもしんない。あの山の幸、海の幸、川とかもうまいね
野菜もね、ほんと美味しいよね、やっぱね。よいしょ。ほぼ真ん中だから札幌でも北見でも 2,3 時間で行けたり。ちょっと待って、旭川から北見って 2,3 時間で行ける？行けるか、行ける？あの北見ってめっちゃ遠いんですよ、私住んでるとこから。めっちゃ遠いんですよ、6時間高速使っても6時間以上かかるかな。北海道にないものなんてあるのかなってレベルで羨ましい。いや、ゴルさんはそのうち移住だね。そのうちあの支笏湖とかで釣りしてそう。車で3時間行ける、行けるかな、行けたかな。ほら、あの運転大好きベルカさんが言ってるよ。イブリから遠いだけ。もうイブリからは北見めっちゃ遠いですね。あの若かりし頃は行けたけど、今子供連れて北見まで旅行しに行こうってならないよね。あの耐えられないよ多分。うちのチビたちが。そう、旭川からのこうそっち側っていうのかな、右側、北海道でいう右側はちょっと行ったことないね、旭川通ってって。いろんなしがらみが解消できたら移住もなくはないですね。まあまあまあ、そうじゃない、簡単にはいかないよね。北海道の食べ歩き行きてえな。いや、もう板前さんはあの来てもらって、まずうちに。そしてあのお金払うんで、うちでお見せしてください。ねえねえ、丸々まであといくつ、そうそうだよ、あとどれくらいって、もう10秒に1回ぐらいで来てくから。作ってもらう、振る舞うか、やばい。作らせようとしている。あのうちでちょっと1日限りのあの板前さん出張で。お願いします。ジャスト3時間で行けるみたい。ジャスト3時間、ちょっとベルカさんの運転で行くか。やばいよね。はーい、だってほら、むしろ行っていいのか。あの子供と犬いるけど大丈夫？あ、那覇ちゃんおはよう、いらっしゃい、来てくれてありがとう。あの犬と子供がいる。北海道オフありだね、板前さん来たら北海道オフ会。子供も犬も好き。あ、じゃあ大丈夫。ただやばいよ、あのうちの娘たちゲーマーなんで付き合わされるよきっと。うちの娘たちあのタルコフとかやっちゃうからね。娘たちっていうか長女が。そういえば、ニットキャップってでけえのお願いできたりするのでしょうか？できます。あのサイズしてやればその通りに作りますので、できます、できます。何でも聞いてください、本当。北海道オフ。マジでやるな、英才教育。そう、あの何あのさ、うち殺す系のところはやらせないで、なんかこう散策みたいな。私ちょっとあんまりタルコフ詳しくないけど、トナセンがなんかやらせてた、物拾いさせてた。やったぜ、頭でっけえの民なので助かります。もう何でも言ってください、お申し付けください。それがあってのあのオーダーなので、バッグとかも帽子とかもサイズの指定通りに作ります。素材とかも一応なんかいろいろあるので、こういうのが希望ですっていうのがあれば
その通り作ります。娘をあんな怖いところに、そう、タルコフの世界だからそう、うつ系のことはやらせないけど、なんか建物の中散策させてるえっと 2個ね、よいしょ、ういータルコフ氏は楽しいところだよ高見浦さん、サーブスクありがとうございます娘タルコファー、タルコファー来ましたバーン、ありがとうございます感謝、よろしくお願いいたします。提督さん、セリートン、ベルカさん、ガムさん、シーケビッパー、板前さん、バーンありがとう、キャッキャしてるバーンありがとうございます。そう、めっちゃゲーム大好きで、なんか今6歳と4歳2人いるんですけど、娘が初めてこう旦那がとにかくゲーマーで、初めてそういう怖い系、まあ、私結構タルコフホラーゲーだと思ってるんですけど怖いゲームやってるのが多分4歳ぐらい、年少さんぐらいだったんだけど、上の子がそれでやってたっていうか、一緒になって、旦那と一緒になって見て遊んでたのがバイオハザードビレッジやってたよめっちゃ驚いてた。さすがに泣いたりする時もあった、怖くてもうなんかそこら辺からちょっとね、免疫がありすぎてゾンビ見ても全然大丈夫なんかわーみたいな感じで出てきたらビビるけど、大体いけるわらわら、チャレンジャーだな、知らないおじさん急に出てくるからホラゲー、そうそうだよタルコフはホラゲーだからね、仕方ないね、やっぱそうよね、強い子に育っている、そうなんですよ。もうなんか普通になんかね、ビレッジだったっけ、あのでっかい女の人出てくるやつ、なんか吸血鬼みたいな、でっかいキャラクターっていうか敵っていうか、あれが最初ヌーンって出てきた時は泣いてたもうタルコフ2年くらいしてるけど未だに驚く。いや旦那もさ、ヘッドホンしてさ、タルコフやってる時にさ、私が後ろからトントンって叩いたら、すごいすごい形相で驚くわんぱくでもいい、たくましく育ってほしいやめてあげてよあ、ユニさんいらっしゃい。そう、なんか集中してるし、音めっちゃ聞こうとしてるらしいね、タルコフやってる人たちって。そうそう、神経研ぎ澄ましてるから、そう、ねえねえみたいな感じのノリで声かけるとすごい驚くお子さんは近いうち習い事するのか。ね、今体操は習ってて、なんかね、幼稚園でそのまま延長使って習わせることができる体操教室は今行ってて、小学校入ったら、まあやりたいことがあればやらせてあげたい。うん、足音一つ聞き逃したら死だからねその全然聞こえない、なんかトレーニングしかないのかな。なんかさ、私もさ、そのこれさ音聞こえるみたいな感じで聞かれることあるんだ、その誰かの動画とかで、ランドマークとかの。全然なんか聞こえるやつもあるけど、大体聞こえないよね。何いた今みたいな感じあ、うちも幼稚園の体操あったな。そう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 、なんか今もね、その体操に力を入れてる幼稚園で、週に1回
体操の先生がこう外部から来るんだけど、その先生がその週に1回来る日に、幼稚園の保育が終わった後に、教室やってる、体操教室やってる、それに今行かせてるんだけど、楽しそう、すごい縄跳び楽しそうにやってる跳び箱とかもめっちゃやってる。まあアメリカはもちろん、日本も親が鹿、うちだと6歳くらいからはもうライフル触らせてるらしいから漁師ね、鹿を撃つ方の漁師ね。もう今日もね、いたわ、そういえば朝子供送った時、はいじゃあね行ってらっしゃいっていなくなった後に車をブーンって走らせたら、いつもの空き地、ゴミステーションのある空き地のところに鹿のご一行がいましたマジで耳の訓練して違和感を感じるとき、感じ取る訓練しなきゃ分かんない。いやそうだよね。いや私も全然耳いい方だけど分からんもん、うん、ピアノは弾かないの。あ、ピアノはね家でやってるよ、トナセンと一緒に。ピアノも習いたいって言ったら親子で習いに行けばいいんだわ。うん、私も小学生の時エレクトーン習ってたんだけど、私は別になんか自分が習いたいっていうより親がやらせたかったみたいな感じでやってたから、長続きはしなかった。長続きしてない、まあ、8年ぐらいはやったか。長いか、長いね子供が自分でやりたいっていう思うものであれば投資します。なんか自分別にっていうのにそこに投資はしません一緒に弾こうピアノ、親子共演ありだね。うん、あ、木島さんいらっしゃい、こんにちは。テニスとバスケはあんま続かなかったな。あー本当、でも那覇ちゃん何でもできそう、なんか勉強もできそうだし運動もできそうだし何でもできそう。よいしょ、あ、オニー、グッモーニング、ウェルカムウェルカム、 Thank you for coming習い事は何もしてこなかった。あ、しなかったんだ。私結構やらされてた中学で水泳が神奈川2位だった。いや、すごくねすごい。剣道は10年くらい、テニスは6年くらいやったかも。いやー続いてますね皆さん、いろいろと。 I was always なんていうんだ、テリーブル、ターブル、なんていうんだろう、スポーツは苦手だった。救急救命とかって習い事になりますか？救命士取りに行ったの、すごくない？母が散々塾だかなんだかやれってマジでやめときな、本当にしんどいって説得された。え、母が散々塾だなんだやらされてマジでやめときな、本当にしんどいって説得された。あ、親に塾に行くのしんどいから行くなって言われたってこと？期限切れてたけど免許持ってた。すごい、ハローワールド、アーグちゃんおはよう、いらっしゃい。中学2年の時から。すごい、へえ。私ソロ版とエレクトーンとバトントワリングやらされてた。でソロ版はもう本当本当にソロ版に時間取られるの嫌で、3級受かった時点でやめさせてくださいっつってやめたあ、なるほどね、母が子供の頃散々嫌な思いしたのでやめておけって言われて育ちました。そう、自分が嫌だって思ったことは子供にやらせないよね、やっぱね。ソロ版3級アピールしていくか。そうしよう、ソロ版3級は持ってる
毎週ボランティアに行って親に怒られてた。ボランティアに行って怒られてたの？そんなことある？バトントワリングは結構上下関係が厳しくてメンタルやられてた。あの人間関係にこうなんかごたごたがある空気感が苦手で、私みんなハッピーじゃないと嫌で、すごいねきつかった。バトントワリングは大会とか出てたけどね。水泳とキックボクシングやってたな。キックボクシングいいね、健康的。水泳も行き過ぎって、とかめっちゃハマってたんだね。いや好きだったんだよきっと。それそろばん3級仲間、仲間、あ、秋島さんも3級持ってる仲間だ。わし剣道3段、剣道のそのなんか段とか級とかってどういう感じなんだろう。なんかどこからがこうなんか教えれるレベルだよとか、そういうのあんのかな。一番長く習ってたのはギターだわ。あーそうなんだ、なるほどね。私一番長く習ってたのはダンスかな。ダンス習ってる途中からもうあの教えるに変わってたんだけど、高校生ぐらいから習ってちっちゃい子供に教えて、お手伝いみたいな感じで教えてたんだけど、ダンスが一番続いたかな。自分から習うって言って、それに関しては親が習わせたいものじゃなかったから、自分で月謝払いなさいって言われて、ちゃんと自分でアルバイトしてダンスの月謝払って習ってたよ。3倍段とか行って1つ上がると3倍強いとか上がるのか、3倍難しいとか聞くわね。ふい、教えていいのは4段くらいからだったかな。年齢制限もあるのよね。3段は高校で取れるギリギリ。へえ、すごすぎ、偉すぎ。そう、親は自分がやりたいって思うんだったら自分で稼いでやりなさいみたいなタイプだったんで、ダンスずっと習いたかったんだけど習わせてもらえなくて、高校入ってバイトができる環境になってからやり始めた。最高に楽しかったな、ダンスやってる時は。今はもう踊れんけど、未だにダンスを見たりするのは好き。ちょっと鼻かむね。はい、失礼しました。21212、ミュート助からない。じゃあ鼻かむのはさすがにね、あのみんなの耳障りになっちゃうから。妹がピアノの英国王、イギリスってこと？音楽検定で一番上のグレード8まで行ったらしくて、音楽できない兄でしゅん。いや兄弟だからってみんなできるってわけないから大丈夫。あの兄弟、私3兄弟だけど、上お姉ちゃんとお兄ちゃん2人はめっちゃゲーム上手できる方だと思ってる。私ができないから、私ほんと全くゲームできなかったんで、ほんとセンスないんで、みんなそれぞれだから大丈夫。地面何？どういうこと？妹だけバイオリンとピアノ習ってた。いやめっちゃ貴族じゃん、貴族。貴族じゃん。悔しいからトライアングルでも学んでくるかって。深いよトライアングルもきっと。貴族とか偏向報道
すぎる。え、なんかもうバイオリンとかってもうなんか貴族の習い事じゃないの？よし、サイズを測る。めっちゃ綺麗に編めたんじゃない？よいしょ。日本人は騙せる。なんとかハーバードなんとかって言えば大抵日本人は騙せる。バイオリン自体が高そうなイメージだからね。いや、そう、勝手なイメージ。完全にフィギュアスケート習ってましたとか、そう、バイオリンとかやってましたって言われると、はあ、貴族ってなっちゃう。今は外側のサイズが22くらい。ちょっと20センチの予定が結構超えたな。待ちが9センチジャスト。で、ここから上に向かって2センチくらい高さをつけていきます。馬も高い、乗りたいけど。馬ね、乗馬やってました。貴族だってなるわ。習ってる間に、習ってる間うちにいなかったから一回も引いてるとこは見たことない。なるほどね。よいしょ。ちょっとくるくるします。なんかこれキャッシュトレイって言ってたんだけどさ、なんか連絡取ってるうちに、アイリストなんですけど、オーダーしてくれた人が眉毛とかまつ毛のパーマかけるのが仕事の人なんだけど、その私メガネ普段かけてるんだけど、メガネとかを置いておくスペースにもいいかもっていう話になって、キャッシュトレイだけど、まあもしかしたらメガネ置きになるかもしれない。でもいいよね、布っていうのかな、綿 100% だし、メガネもね傷つかないよね。これがね、また化学繊維使ったものだったら傷ついちゃうけど。よいしょ。じゃあこの角を立たせていく編み方をしていきますか。きつい。よいしょ。よいしょ。なんで習い事の話になった？あ、習い事させないのかっていう話をしたからか。やりたいものがあったら、まあ、習わせたいから、働くわ、頑張って。おすっちさん、いらっしゃい、こんにちは。今日はオーダーでキャッシュトレイ作ってます。さっきのさ、めっちゃ話に戻るけどさ、まあ、これこの、おう、なんとアノニマスギフタースッチーさんにサブスクギフト、ありがとうございます。バーン、 Thank you、 ありがとうございます。感謝。よかったらスッチーさん使ってください。
皆さんバーンありがとう。セリートン、秋島さん、CK ビッパー、ベルカさん、西広さん、クラブルズ、タレノブさん、バーン。アノニマスさん、アノニマスさん。サブギフありがとう。よかったら使ってください。さっきね、こう、はい、このね、ホットスワップの、この、ロープロファイルのねキーボードの軸をちょっと変えて遊んでみるのありかもって話をしてて、今黄色の軸使ってるんだけど、なんか YouTube とかでさ調べてさ、 YouTube で聞く限りの音でいくと赤か黒ちょっと試してみたい。ガテロンっていうところ、あれガテロンって読むのかな、違うかな、そこのところの軸も対応してる、使えるみたい。うん、バーンキャッキャない、岐阜県の岐阜。ランスもバーン、黒もいいぞ。なんか黒と赤だとちょっとなんかまあ聞こえ違うけど、全然ちゃうけど、なんか黒のは黒の良さ、赤はちょっと赤のなんだろう、なんて言えばいいか分かんない、言葉が出てこないけど、そう赤の音もめっちゃいいなと思って、いいですね。そうスッチさんもね軸のね音好きだもんね。そうちょっとねやってみようかなと思ってる。でもしなんかそれがね楽しくなっちゃったら、あの沼るわ。自分は茶軸にとらわれてしまっている。いや